どうも皆さんこんばんは、剛力翔です。よろしくお願いします。さて今日も手話勉強会やっていきたいと思います。ざん、今回もこちらを参考にさせていただきます。いつもありがとうございますということで、今までいくつか手話勉強会の動画を載せてきたと思うんですけども、少し表現が難しい、もっと詳しくゆっくりやっていただきたいという声もいただきましたので、動画をお届けさせていただいて、その後に僕がゆっくり表したバージョンもお届けしたいなと思っております。今日の内容ですが、買い物、お金の手話表現お届けさせていただきたいと思います。それでは皆様、最後までゆっくり見ていってください。ではどうぞ。
ということで皆さんいかがだったでしょうか。大丈夫でしたか。ということで難しいところもあったと思いますので、今から僕なりの説明を入れていきたいなと思います。はい、まず呼ぶところですね。すいません、声でね喋りかけたりする人もいると思いますし、トントン、肩をトントンってする人もいると思います。すいません、指を指します。これ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 、こうこう、これはお金いくらですか。表情も大事です。はい、これはいくらですか、これはいくらですかって表してもいいと思います。はい、丁寧になると思います。では次ですね、8000円です。まずこれは8という手話です。そして1000という漢字を描きます。8000で円、こうですね、円、これは円という手話です。8000っていう風に表す場合もあります。8000です、これは8000、これは5000、これは4000とか、そういう風に表します。そして次、どこ表情大事ですよ。はい、たっくん無理なんですけどとかこっち安い、いいねとか、そういう風に表したりもします。たっくん、お金の、お金の手話を、お金がたっくん安いみたいな感じで表します。そして次、マシという手話、これ難しいですよね。2つ、親指と人差し指を鼻をつまむイメージでこう、マシ、手首を一回ひねります。マシ、いいですねっていう意味にもなります。いいですねでもいいと思います。うん、いいですね、これ買います、決まり、これ買う、決まりという、はい、手話になります。いいですね、いいですね、でもどっちでもいいと思います。安いですねとかでもいいと思います。これ買いますだけでも伝わると思います。決まる、これ決まるっていう手話ですね。決まる、決めるとか、そう、決める、これ買いますっていう感じの、はい、解釈になります。ということで今回から僕なりの表現アドバイスも入れていきたいと思っておりますので、ぜひ参考にしていただいて一緒に勉強してみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。